お前なかなかやるじゃないか。だが俺だってな、やるときはやる男なんだからな。あ、いや、そうか。お前は俺の体で活躍しているんだから、俺も案外まだまだいけるってことか。なんだかちょっと自信ついたぜ。ありがとな。武道家たるもの、鍛錬を続けて己を高めていくものだ。たとえこの肉体は動かせなくとも、日々の修行は続けなくてはな。ここにはお前以外は来ないからな。精神統一の修行にはちょうどいい。この戦いが終わった時、お前と同じように俺も成長しなければな。
しろ。本当にクロンのやつらどこにでもいいんだな。よし、いっちゃやってやっか。できるか。ああ、無事でよかったわ。実は今大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え、まだ何にも言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ。ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私がお風呂に入ってる時の記憶とか。雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした。どうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。サンクとにかく事情は分かった。ソン、いやソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。それにしても全員の力が封じられちまうなんて。今回は今までにないくらいヤバい状況だよな。そういう割には随分冷静じゃないか。そりゃこれまで何度も修羅場をくぐってきてるからな。それに悟空はまだ諦めていない。だから俺も希望を持っていられるんだ。悟空がワクワクしているうちはなんとかなるような気がするからさ。余裕があるのはいいが、奴は当てにしすぎるなよ。孫の奴は頼りにしていいのかよくわからんことがあるからな。言えてるぜ。もちろん悟空だけに任せっぱなしにはしないさ。倒せそうな敵は俺が倒してやる。いい心構えだ。
ッツゴクローンは倒しても倒しても別のが現れてキリがないな。この状況をとっとと解決する方法はないのかよ。今は地道に戦うしか方法がないんだ。諦めろ。そんなこと言わずにさ、元神様の力みたいなのでなんとかならないのか。そんなものでどうにかなるならとっくにやっているに決まっているだろう。元神様と言っても意外と大したことないんだな。お前というやつ、神頼みする暇があったら自分の力で何とかしないか。元神様が言うことかよそれ。ああもう分かったよ、俺が悪かったって。人に頼ってばかりじゃないってとこ見せてやるさ。神様お願いです。どうか強すぎる敵と当たりませんように。神と言ってもデンデだぞ。レディゴー。覚悟はいいか。ほっハー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 。
め。少しだけ戦いのアドバイスをしてやる。お前は視覚に頼りすぎている。敵の動きは見るのではなく感じるのだ。気配やわずかな空気の動き、それに感、見るのではなく感じる。これが大事だ。とにかく今は一刻も早く慣れることだな。そうすればお前は今よりもっと強くなれるはずだ。